どうも皆さん、こんにちは。数字ごめんなさい。今回はですね、天魔超アップ来たので、これね、めちゃくちゃ強いと思うので、これはぜひとも欲しい。ルークも超アップしてますね。ルークも結構、多分、使える方だと思うので、欲しいので、天魔がね、この超バフなんでね、ちょっと狙っていきましょう。最大20連か30連かな。いやー、欲しい。これは本当に強いと思うから。まあ金カットか、まあしょうがないか。ルーキー出そう。天魔だったらやべえ。神ミキ確定や。水神やだった。ゾーンタムペンタグラムだっけ、なんだっけ、覚えてねえ。これ確か出た当初は結構強かったんだよね。ダメージカットと回復だから。まあ今も使おうと思えば、ヴィンサント出たんだよ。まあ言うてありやな。20連目。まあ、合計何連目だ、合計50連目か。初日と合わせて。いや、どうだろう。いや、金カット。まあ、しょうがないっちゃしょうがないよね。あ、やっぱめっちゃ止まるね。いや、持ってないキャラ多いもんね。金カットだったら確定なんだけどね。マジで変な声出た。やべえ。え、めっちゃかっこよくね。いやー、ありがたいありがたいありがたい。いやー、レベル50まで一気に上がってくれた。俺とサッカーがついている。だからきっとなんとかなさ。ごめんなさい、本人の声聞いたことないです。ごめんなさい、許して。いや、でもポカポカ族、これでまたあれだね、強化されたね。いやー、嬉しい。おう、ナイス。お、野坂も地味に出たじゃん。俺、野坂地味好きだから、これ欲しい。オッケー。いや、まさかの天魔を無事引けたということですね。はい。これだね。以上になります。それでは、ご視聴ありがとうございました。